ジャイブ研究所所長のぶです。今日はですね、最近ねちょっとね、Facebook とかねちょっといろいろと見ながらすっごいジャンプの写真が最近よく出てるんですよ。写真動画もそうなんだけどもね、ヨーロッパですよね。ヨーロッパで今、盛んに風が吹く時期なのかな、やってますよね。そこで出てくる写真がねもう恐ろしいほどのジャンプ。この写真もそうなんですね。見てね、すごいよねっていう、これ想像を超えてますよねみたいな。でこれをね見てもらうと、波ねそんな大きくないんだよね。せいぜい肩ぐらいなのかな。それでこんなに上がってると。だからこれね、ジャンプっていうのはウィンドサーフィンのジャンプっていうのはセールを使うんですよ基本的には。基本的にはセールなんですよ。だからまあジャンプっていうよりはどっちかというとカイトみたいなイメージ、揚力を使ってどんどん上がる。セールがもうメインね。だからジャンプ台に向かうのにはある程度スピードが重要なんですね。だからまあ浮く力のないものっていうのはスピードで斜面を駆け上がる。そのスピードがね一番重要で、そのスピードによって高さが決まってくる。でもウィンドサーフィンの場合は走ってる時ある程度スピードが必要なんですよ。ただ浮き上がった瞬間にそこにはもうねセールっていうね新たなね、道具があるんですよ。これを使って今度はセール、飛行機の羽みたいに、パラシュートじゃないんだよね。もう羽だよね、もうね、羽のように使うと、揚力を発生させて。だからカイトセーリングのカイトともちょっと違うのかな、どっちかと。あれはどっちかと溜めて飛ぶっていう。でもこうウィンドサーフィンの場合はね、セールのホイールも綺麗なので揚力を発生しながら飛んでいく。で風もこう何一緒に溜めて流れながらみたいな。だから可能性はすごいあるね、まだまだね。まだまだ多分上がると思います。ジャンプ専用のセールっても出てくると思います。もう飛んだ瞬間にはそのセールの、揚力発生するのに一番重要なっていうね。だから多分カム付きのねジャンプセールみたいなもしかしたら出てくるかもしれない。将来ねジャンプの高さを争う競技になったとしたら、いかに高く飛べるかとかね、そうなってくるとカム付きの方が確実に、ね、揚力発生させることはできるんですよ。第一スピード競技もそうじゃないですか。スラルムなんかもあれは結局進行風と揚力の関係でスピードがアップするわけだから、いかに綺麗に風を流すかっていうところの勝負ね。そうすると揚力発生して、それにだからこれもねセールの使い方がね、ほらジャンプの解説でセールをこうカイトさせるっていうか90度ね回すと傾けるじゃないですか。スラムってまっすぐ立てるね。これはまっすぐ走るための揚力発生させる。で今度はジャンプの場合は上に上がる揚力だから方向性が違うんですよ。まっすぐ前じゃなくて今度は真上なわけね。そうするとセールの使い方もそういう使い方になるわけですよ。そうするとどんどん上に飛んでいくっていうこと。でこれはスピードがあればあるほどジャンプ台に上がった時に反発で上がっていく。である程度上がってきたら今度はセールの揚力を使って、飛行機のように飛んでいくっていうことになるんだよね。だからまあ可能性があるとしたらね、しっかりしたスラロームセールのようなジャンプセールができて、カムがついて揚力発生させるのが非常に効率がいいとなると、ジャンプの高さも上がるし、ロングジャンプだよね、だからもう 100m 先まで飛んでっちゃうみたいな可能性もあるんだよね、まだまだね、そのセールの操作ができれば、揚力を発生させるセールの操作、多分ねそのうちどんどん技術が進歩すればそういう技術も身についてくると思いますよ。そればっかり多分やる人も多分出てくるからっていう話なんですね。だから最近これを見てると楽しくてしょうがないですよね。ジャンプすげえなーと思いながら、でよくねジャンプでねジャンプでもフォワードでもそうなんだけど、バックループもそうなんだけどね、怖いなという人は結構います。ジャンプなんかでもね、ジャンプ飛ぶのはいいんだけど着地どうするんですかみたいな、死んじゃいますよね、大怪我しますよねっていう話が結構あるんだけど、これね比較的しないんですよ。こんだけ大ジャンプしてるのみんなほぼ怪我しないんですよね。まあ多少の怪我ありますよ、捻挫とかっていうのは絶対に、でも死ぬような怪我ってほぼないんですよ、よっぽどじゃない限り。着地の時にさ、レールが立っちゃってさ、その上にこう体が当たっちゃったとか足が当たっちゃって骨折したとかっていうことはあるかもしれない。ただ単にただ飛んで普通に着地するだったら、ほぼないんですね、大怪我ってのはね。そうだからそんなに心配することはない。でもみんな結構心配するんだね。でもね、なぜ心配するかって、こういうイメージがついちゃうんですよ。ジャンプって思いっきりいったら上がっちゃうよねみたいな。これ実言うとそんな心配っていらないですよね。ジャンプね上がらないんですよ波があってもなかなか、
そうでね、万が一上がったとしてもですよ、手離しちゃうとボードってね風があるから軽いし、人間ってのはほらそのままだいたい真下に落ちるんだね。ボードと船員ってのは風にあおられて風下に落ちるから、ボードの上に落ちるってことはほぼないですよ。ほぼっていうかないよね。うん、離しちゃえばね、まあ、そんなにね怖くない。ただあとは水面の、ね、上にね水にバチャンと落ちるだけだから、もう逆に気持ちいいぐらいだもんね。うん、だからそんなに心配することはない。っていうかね、心配するとかそういう問題じゃなくて、実を言うとね、これ技術がないと高く上がんないんですよ。わかります？結局ね、高く上がらないの、思ったよりは。うん、ただ思ったよりは上がらないけども、それが恐怖に感じるってのはそれは経験してないからだけの話で、せいぜい 1,2 メーターぐらいしか上がらないんだよね。だから落ちてもなんてことはないんですよ全然。でも恐怖に感じるっていうことだ。これはね、なんだろう、私も最初の頃そう思ってたんだけど、過信したんだよね。すげえ飛んじゃうんじゃないかと思って。私の場合はジャンプとかそんな怖くなくて、フォワードループの時ね、回りすぎちゃうんじゃないかとかね、こんな勢いよく行って高く上がったみたいな、回りすぎちゃって怖いよ。これ実用的に回りすぎなんですよ。だって技術がないから。うん、回りすぎるぐらい回るような技術が身についた時には着地もできるようになってんだね。これは積み重ねだから。ジャンプもそう、ジャンプ上がっていきなり 10m は絶対上がんないですよ、どんな人でも。最初 1m、2m でもちょっと怖いなと思いながら上がってる。でもそれで今度は着地をしている間に技術が、だからジャンプで上がるっていうのはセールの引き込みとかって絶対必要なんですよ。だからセールが引き込んであれば着地もね、セールに風が跳ねながらパラシュートみたいに降りられるんで、そんなに痛くないんだね。だから結局ね、ジャンプが上がらないっていうのは結局は体がね、これもそう、この写真もそうなんだけど、風上に行ってないとかさ、そう、カイトしてないとか、揚力発生させる乗り方ができたんだよね。ボードのセンターより風上に攻撃する位置が絶対来てる。でセールがちゃんとこう何、上にね飛ぶ揚力が発生させるセールの形になってるじゃないですか。ほら、真っ直ぐがね90度傾いてんじゃない、こっちにね、真っ直ぐ立ってないでしょ。もう90度斜めにこうやってなるじゃない。この形ができないとジャンプって上がんないね。だから心配しないでいいんですよ。でそれが上がるようになった時にはその形ができてるわけだから、しっかりとゆっくり降りられるようになってるんだよね。だからこれはね、心配無用なんですよ。よく怖いっていうのはね、飛びすぎちゃうとどうするんですかみたいな話なんで、飛ばないです。それだけ安心してください。私もこれ経験上言えます。私も怖いな怖いなと思ってたんだけど、全然怖くないです。回りすぎちゃうかなと思ったら全然回りすぎないです。ファードループ引き込みがないから結局回り込まないんだね。で回転が大きくなっちゃってくるっと回ってね、2回転いくなんてこれありえないんですよ。ほぼそれできる人しかいかないんですよ。うん、だからそういうことね、心配はしなくて。これはスピードにも関係あるんだよね。ジャイブでね、思いっきりスピード上げてね、ジャイブでオーバースピードでできないんじゃないか、吹っ飛ばされて怖いよ、怪我するよってジャイブでね。でもそのスピードがね、最初心配することなんですよ。ジャイブでそのくらいのジャイブが怖い、スピードが出すぎて怖いっていう人はそれなりのスピードしか出てないんですよ。実言うと大してもこけても大したことないです。うん、だからまあ技術によってそこの到達するところは違ってくるっていう話ですよ。そういうこと。うん、だからまあ技術によって、だからスピードが上がらない人はスピードがないなりのジャイブしかできない。徐々にスピードが上がってくるとそれなりのジャイブができてくる。それを飛び越すってことはほぼないんですよ。積み重ねのスポーツだから、ウィンドサーフィンって。積み重ねていってだんだんスピードが上がってくる、それに対応して体が慣れてくるっていう積み重ねのスポーツなんで、飛び抜けることはないんですよ。だからね、怖くはないんですよ、実言うと。だからもっともっとスピードでジャブしましょうって言ったら、これスピード上げればいいだけの話なんですよね。恐怖はないんですよ。だってそれなりのスピードしかまだ出ないんだから。うん、でも普段からスピードのアップする練習していかないと、一生だからジャブはね、止まらないジャイブ、加速されればできないってこと。それはスピードアップっていうことがね、重要になる。スピードってね、いつも言ってるんだけど、重要になるっていうのはね、そういうふうに言ってるじゃないですか、ということなんですね。うん、これがね、ジャンプとかね、ジャイブに関しての恐怖をなくす方法っていうか、技術によって高さも決まるし、スピードも決まってくるので、それによってジャンプが怖いとかね、スピードが怖くてジャイブに入るのってほぼないっていうふうに思っていいと思います。うん、本当にそういうものなんです。うん、ジャンプに関しても絶対そうです。
ということをねすごい感じてね、あとねやっぱり感じるっていうのはやっぱりここまで進化してるっていうことなんですね。で私なんかも昔はね大会出てたりして、で自分がすごい努力しててこんだけ努力してるから俺は上手くなったんだなと思うじゃないですか。んでいざね大会出てみたら勝てない、これどういうことかっていうと、これもねよくあるんだけど、これはね勝負に関しての話なんだけどね、うん、自分の努力っていうのと日本の、ね、他の人の努力、まあもっと言ってしまえば世界の努力っていうのは明らかに違うんですよ。だからそこの世界でね、まあ、世界で戦う、日本でも戦うや、そこの場所に行ってやってみないとこれは分かんないの。自分がすげえ上手くなったね、フォワードできるようになった、ダブルフォワードできるようになったって言って、じゃあ乗り込んでったって言ったらね、世界はそこをプラス今度は高さが出ちゃってるんですよ。だからそれでね本当に戦って勝つためには環境を変えてそこの場に行かなきゃダメなんだよね。そうじゃないとね、やっぱりね、地元のゲレンデずっとやったらチヤホヤされるわけですよ。わすげえじゃんって、フォワードできるようになっちゃったね、すごいよ、これ絶対いけるねって言っていざね、行ってみたら、いや俺の3倍上がってますよっていう世界だ。こういうことってすげえ多いんだよね。うん、なんかこれは勝負の世界でね、自分で楽しくやる分には自分との戦いだから別にそんなことはいらないんだけど、勝負として、ね、何かで勝ちたいとなるとね、そういう意識がすごい必要ですよ。そういうことね。ものすごいね、自分一人で何でもねやっちゃってもう世界のトップ行くような、そういうのは天才って言ってね、それはもうどこに行ってもいいんだけど、ほとんどのやつはそうじゃないからね、うん、だからそういうね意識を持って練習するってことは重要ですね。自分がこんだけ努力したっていうのはこの楽しみでね、うん、でもそこじゃなくて違う目線で見ないと置いていかれていくっていうことがね、これはねウィンドサーフィン業界にも、業界っていうウィンドサーフィンには当てはまるんだけど、多分ね社会でも当てはまっちゃうんだね。日本みんな頑張ってやってますよって言ったら、世界は多分その10倍先に進んでるっていう。だからこれはやっぱり外出てる人しか分かんないですよね。うん、ずっとね国の中にいてしまうとなかなかこれが分からない、その世界との差が、努力のねあれがレベルが違うんだよね。だからそのレベルにちゃんと持っていかないと、うん、努力してるんだけど、まあ世界から見たらそれは努力じゃないよね、進化してるけどそれは進化じゃないよねって話になっちゃうんだよね。でもこれってね、これはね外でないと見ないとわからない外で出てみて初めてわかる、うわびっくりしたみたいな。だからそういうのって結構あるんですよ、いろんな、うん、私なんかもね何回も言ったけど、大会に昔よく出てたと、こんだけ一生懸命やって毎日乗ってた、じゃあつって言ったら違う、そしたら努力が違うんですね。で努力ってのはあれですよ、実践だけの努力じゃなくて考える努力っていうのは違ってくるんですよ。フィンの形がどうのこうの、あじゃないこうじゃない、ボードの形がどうのこうの、ストラップの位置がどうのこうのってすっごい考えるんですよ。そういう考え方っていうのもこう、ね、そういう努力のね、実践だけでやってたらね、ただやるだけなんだね、うん、そんなでもないんだけど、でもそこにプラスアルファ、じゃあ高く飛ぶためにはどうしよう、じゃあ物理学の勉強しましょうね、なるわけじゃない、なんとかモーメント、なんとか何分のなんとかで Rα なんとかみたいな、イコールなんとかなんとか、あこういう計算式があった、あこういうことで理論的にはこうだから飛ぶんだみたいなあるじゃないですか。そういうこともね、そういうことも多分、ね、やってると思うんですよ、頭の中でね、まあそういう計算じゃなくてもね、この角度でいけばとかね、そういうねことが必要だから、もう自分が思った以上に進化してると思わないと、これはなかなかね世界では通用しない、まあ日本でもそうだし、うん、スポーツの中じゃなくてもそうだし、っていうことを考えるってことは必要ですね。これは勝負としてね、私勝負っていうことが好きなんですよ。他のギャンブルとか好きじゃないんだけど、勝ち負けのね、なんか自分が言うことで勝ち負けだと勝ちたいっていう気持ちがね結構あるんでね、なかなかこれは結びつかないんだけど、私の場合にはね、うん、そう、でもねそういうことを考える、そう、あとは自分の楽しみの中で追求していく、ある程度レベルに行くにはね、まあ、時間を経てばね、うん、一応できるんですよ。30年かければ40年かければできるんだね。それを5年でやるんですよ、みんな。だからその辺の違いもある。そう、どうせ上手くなるんだったら、10年かかるんだったら俺は2年で上手くなっちゃった方が絶対楽しいわけよ。だって進化の度合いが全然違うんだから、自分でも驚くほど上手くなって楽しいわけだから、
なんかそういうね、時間長くやって楽しむやり方っていうのもあるけど、もしそれがボーンと短くね、すっごい上達したとしたらね、今度は次のことができるかもしれないってことを考えると、さらに広がるんじゃないですか。そういうことがね、重要かなと思ってね、うん、そういうことです。だから今回ね、話したことっていうのはそういうね、ジャンプですよね。そう、あとリカルドかなんかのフォワードループもね、ライジャンプ高いよね、うん、これもね、この後に多分フォワードに入るんですよ恐ろしいですよ。ここまで来たら普通だったら5回転ぐらいできそうだよね。でも1回さすがにこうそこまで多分ね、でもね、5年後にはね、3回転4回転いってるかもしれないよね、ってこんだけ高く上がるんだからみたいな、それがコントロールできればっていう話でね、うん、っていうことになるわけ。一応ね、今回そういう話です。これジャンプがそうだよねって、自分が思ってたよりどん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 上がる、うん、あとはジャンプじゃあ練習しよう、怖いなと思ってる人は別に怖くないと、技術なりにしかジャンプの高さは上がらないです。だからある程度の技術に沿った高さしか上がらない。そうするとそれに合った着地になります。だからほぼね、怪我するような方はほとんどないっていうことをね、思っててください。うん、いきなりあなたがね、そんなに待って初めてジャンプしたらいきなり20メートル高く上がらないですから、せいぜい1メートルですからそう、その技術によって。だからウィンドサーフィンっていうのはね、その、ね、技術によってしか、そのレベル、技術のレベルによってしかそれなりのことしかできないです。だからそんなに恐怖を煽るようなことはない、怖くない、うん、ただ全くイメージもないものをいきなりやるっていうのはさすがに、ね、これはね、無謀ってやつなんですよ。よくね、ジャンプとか、まあ、フォワードループもそうで、全くイメージがないのにいきなりやるっていうのは、これは天才しかやっちゃダメですよね。うん、それはやっぱり怪我につながりますよね。だってイメージがないものはできないんだから、しっかりとしたイメージを作るってことが重要なんですよね。何でもそう、ジャイブもそうだし、ジャンプもそうだし、フォワードもそうだし、バックルームもそう、しっかりとしたイメージを作る、で形を作るってことが結構ね、重要かもしれないね。全くフォワードねやったことないのに、いきなり初めてじゃあやりました、教えてもらいました、やりましたって、これ怪我するしかないんですよ。本当にこれはね、実言うと無謀っていうことなんですよ。必ずね、やる人っていうのはイメージがちゃんとできてからやってますよね。もうビデオもう 1ヶ月ずっと、もう毎日3時間見てましたとかさ、うん、そういうのはあんまりない。ただポンと見て、あ、じゃあフォワードやりたいなと思ってて、いきなりね、じゃあやりましょうって言ったって、これはやばいですよ。でイメージっていうのは形を作るってのは、そんな1日でできるわけないんだから、積み重なったものである程度できるわけだからね。だからそういうこともね、考えるとやっぱりイメージを作っていくっていうね、ことなんですね。そうで、世界で戦うためにはもうね、このレベルになってきたっていうことですよ。高さがね、ここのレベルにじゃあ行きましょうっていうことなんでね。でこれね、こう なんだろう、難しいんだよね結構ね。何しこう、何こう、人それぞれってリミッターが違うんですよ、恐怖のリミッターがそうなんですよ、人それぞれ違うんですよこれ、恐怖のリミッター。だからまあ車で言えばね、じゃあリミッターじゃあ120キロでした、この車はね、でもこっちの車はもっといい車ね、こっちはリミッターで180ですね、そういうことがあるわけよ。だから120で止まっちゃいますよって車と、180で止まりますって、あと250で止まりますよって車があるわけだから、これ人それぞれこのリミッターが違うんですよ。これはもうしょうがないことでね、うん、これをこう打ち破るっていうのは、よっぽどの精神力がないとダメなんだよね。でももしそこで勝負ができなかったら、まあ、このねジャンプの場合だったらリミッターがね、この人は全然違うリミッターがあったと、じゃあ自分はそのリミッターいくら練習してもそれはこう身につかなかったと、まあアプローチの変え方によってそのリミッターをね解除する方法もあるかもしれないけどね、うん、まあちょっとね、危ない薬を使うとかねそうしたらリミッター切れちゃうとかね、まあそういうこともあるかもしれない、うん、でも正当な真っ向勝負でいくんだったら、まあ、じゃあそういうリミッターが俺はどうしても切れないんだったら、じゃあジャンプじゃなくて今度はジャイブの切れ、ボトムターンの切れとかね、そこでリミッターがもしかしたら切れるかもしれないっていうね、戦う方向としてはいろんな方法があるわけね、うん、俺は高さじゃなくてこうもっと素早い動きでリミッターが切れるみたいなさ、あるじゃないですか。だからそういう自分の特性に合ったリミッターを探すんだよね。これは勝負ごと、勝負っていう形じゃなくても普段のジャイブでね、自分、俺はノーマルジャイブ、俺はフォアレイキジャイブ、俺はもっとクイックなジャイブね、あとは俺はダックジャイブだ、
みんなノーマルジャイブしかしない、俺はもう 100% ダックジャイブしかしないみたいな、俺のジャイブはダックジャイブだ、これも逆に言うとかっこいいわけですよ。そこにリミッターが、あなたのリミッターがないわけだからね。そんなことしてて毎日そんなダックジャブやって恥ずかしくないですか、なんてノーマルジャブやめなさいよって言ったって、俺はそのじゃあダックジャブにしてに関しては俺はその恥ずかしさっていうリミッターがないんだよみたいな、ねえ、あるじゃないですか。そういうことでもいいわけよ。だからそれ人それぞれね、これが正しいとかってあるわけじゃないんだから。結構みんなね、逃げ習いだからね、ジャイブやったらジャイブ、ノーマルジャブしかやらないって言ったら、みんなどこのゲレンって言ってもインサイドノーマルジャブしかしないわけですよ、ほとんどの人。たまにいろんなことをやる人もいてもそれしかやらない人ってなかなかいない。これ恥ずかしさのリミッターズがね、そんな同じことやったらバカみたいで恥ずかしいよねって話でね、そういう話もある。だから自分がリミッターが切れることをね、あんまり人の目を気にしないでやるっていうのは結構ね、本当はね一番集中できて面白いんだけどねって話なんですね。まあ話が全然飛んじゃったけど、今日はねこんな話、うん、こうね、あんまりこう役に立たない話なんだけどもね、こういうことです。こういうことによっていろんなことをね、考えて、いつも私はこういうのを見ながら楽しんでます。ぜひね、あなたも、まあだからこれ、ウィンドウじゃなくてもいいよね、違 う, こう 番組とか写真とかいろんなものを見ながら、こうやって想像するのも楽しいので、うん、ぜひともやってみてください。これ、今ね、あんまり外に出られないので、こういう形で楽しみ方っていうのもありませんので、ぜひとも。ちょっと試してみてください。